木村拓哉と工藤静香の次女でモデルの後期が香港最大級のショッピングモールハーバーシティのクリスマスイベントに参加した。写真、足なが、ゴージャスなビトンドレスが素敵すぎる田中達也氏が手掛けた屋外の大型展示、ザ・ビッグ・リトル・クリスマスとカウントダウント・ミニマスの展覧会の同時開催。後期、 は巨大なサンタハットのク・リリスマスマツリーををバッッククにに撮影した写真などを15日、自身の SNS アップ。サンユー・ハーバー・シティ・フォー・ザ・アンフォゲッタブル・モーメント・オブ・ハピネス英語で感謝を綴ったクリスマスらしい白いドレスはルイ・ヴィトン太ももまで入った深いスリットボディーラインが浮き出るしなやかなドレスだ